皆さんからいろんなことを教えていただいて上手に売れたいと思います。でトヨペットの方や、おかみ会の皆さんと一緒に苗植えをしたいと思います。よろしくお願いします。ただいまより、イフトヨペットグリーンキャンペーンを開催させていただきます。このふれあいグリーンキャンペーンは、先ほども紹介がありましたが、昭和51年にスタートをして、今回で47回目を迎えることとなりました。園芸部の皆さんが大切に守り育てていただいたお花を、本日、ここ長良川碇乗船場に寄贈をさせていただくこととなりました。この今 SDGs と言われてますけども、環境、教育、そしてまあパートナーシップということで、本当にあの関係各位がしっかりと連携して、地域社会のために、また一人一人の幸せのために貢献していくという、素晴らしい事業ではないかなというふうに思っております。それではお待たせいたしました。記念植樹よろしくお願いいたします。続きまして、看板の設置を行います。岐阜特別支援学校の児童生徒の皆さんは、毎日学習だけでなく、気持ちの良い挨拶や作業の仕方など、社会に出て活躍するための準備を一生懸命していますね。草取りや牛取り、水やり、庭やりをして、大きくなったら収穫します。売り物なので丁寧に扱っています。